えー、岡田さんの今年の抱負を三つ教えてください。フランス人型質問だ。困ったなは三つか。あ,あと二分です。あと二分。目標三つな。こういう時は書くんだよ。よしょ。あと何秒。まだ九十秒ぐらいあるよな。 あと一分四十秒です。あと一分四十秒、よし。あのもうすぐ一般放送が終わってでこの後と五分ぐらい切れてから会員限定放送になります。会員限定放送になったらえアンケートで一位でなかった二三四位の質問というのを、えー、もう一回考えてみます。一二三。はい。今年の目標一痩せる。二 <laughs> ええー、YouTube 頑張る。 3あああととと何秒分分。はい、1> 1分あるか。そうだな。これとなんかこうブルーースリっっぽいよね。てうざくなる。 はい、僕は今年痩せて YouTube 頑張ってうざくなります。それを今年の岡田斗司夫の三大目標としたいと思います。えー、もうこれでいいです。えー、ではですね、あの今年もです、ね、よろしくお願いします。もうあと数秒間で終わってしまうと思いますけれども、えー、岡田斗司夫ニコ生ゼミですね1月4日終わりました。次回はですね1月11日の20時からです。えー、この後ですね限定放送始まりますけれども限定放送始めの10分か15分ぐらいは、えー、誰でも見れる無料放送になってますのでよろしくお願いします それでは今年も岡田俊夫とフリックスをよろしくお願いします。ではまたねババイバイ